大阪府の部長、東伊豆観光協会協会長、石島誠一協会長、そしてご挨拶くださいました大島町長、三口様、大島観光協会副会長の南庄様、そして畑川温泉観光協会協会長、三沢哲也協会長、この大きな火や灯し明かりはご神家でございます。海に向かって火矢を放ちますが、この火矢にご神家炎を明かりを灯していただきましょう。畑川温泉おかみの会山口会の代表からお一人、黄色い着物を着ております。そして61代西大島の浜野歩美様にお願いをいたしましょう。火は海の方を向かれてつけていただいた方がよろしいかもしれませんね。お願いいたします。この畑川温泉の沖に浮かぶ伊豆大島、古来から神々がすぐ島と崇められ、人々は海の上の安全や無病息災を祈ってきました。今日この家に使われる日は、その伊豆大島から運ばれた神の木ご神家です。どうぞ海岸は危ないですから絶対に降りないでくださいね。そして皆様、この火矢を放っての花火の打ち上げとなります。海の上に大きく上がりますので、お楽しみになさってください。そして皆様にご協力いただきたいことが一つ、火矢を放つ前に5秒前からのカウントダウンをお願いいたしましょう。よろしゅうございますか。火矢に明かりが灯りましたね。皆様5秒前から参りますよ。せーの、5、4、3、2、1、0、お願いいたします。
ってない。Thank you.
大きな花が熱川の会場に呼ばせています。いよいよ最後のスターマインです。どうぞ大切な方と素敵な思い出作ってくださいね。止まっちゃった。